ドジャース大谷翔平投手30と山本由伸投手25の日本人コンビと共にワールドシリーズ制覇へ奮闘している日本人がいる山本の通訳を務める園田義し,よし46は映画の照明技術者から野球界へ大転身5年ほど前から興味を抱いていたが通訳の道が開いたきっかけは昨年 エンゼルス時代の大谷を観戦したたことだったまさかの通訳抜擢につながった不思議な縁野球の専門用語や戦術を学びながら山本のサポート役を担っている5月末敵地でメッツ戦を迎える試合前のダッグアウトで園田通訳は特別な感情を抱いていたニューヨークニューヨークのクイーンズ地区にあるシティフィールドここに来ていなかったら 間違いいなななく通訳にっっていなかったんです照明技術者として20年以上働きながら5年ほど前から通訳の仕事に関心があった昨年映画業界のストライキが長引き好きな野球観戦が増えた今年はこれで最後にしようと心に決めた試合が昨年8月25から27日に行われたメッツ・エンゼルス戦これが運命の分かれ目となった ちょっぴり贅沢で特等席の購入を決めたバックネット裏から間近で大谷と千賀滉大の日本人対決に見入ったそして奇跡が起こり始める知人から写真が送られてきて映ってますよってテレビ中継に映り込んでいたことを知らされた2試合目も同じような席で後日 YouTube でその映像を確認ふと関連動画をクリックしているうちに 目に飛び込んできたたものがあったそれが山本の代理人事務所アッサーマンが打ち出していた通訳募集だった。試合観戦に来ていなかったらテレビにも映ってないし関連動画も見ていないですし去年ここシティフィールドに来てなかったら絶対に募集広告も見てなかったんです。大谷が関わる試合から不思議な縁がつながった。すると トントン拍子に道が開き始めた他にも偶然はあったんです高校九州学院の同級生が95年のドラフト1位でオリックスに入団して彼が今球団の職員スコアラーの今村文明氏で由伸君のことも知っていてそれで僕の名前を出してくれたみたいで球友が山本との縁をつないでくれたうっかりも天気の知らせだった アパートの契約がもう一年あると思っていたら、それが23年の10月で切れることが分かって、流れ的にもニューヨークを離れる感じになっていたんです。長年住んでいたニューヨークから来ら、引き寄せられるかのように導かれた、ワッサーマン担当者と面接を重ね、山本本本人との会話でも好感触を得ていた。ただ、通訳に採用されるなんて思ってませんでした。言うなれば、 宝くじは買わなきゃチャンスはゼロ的な感じでした先を見据え野球界での人脈づくりの目的もあった思った以上にことは早く動き春季キャンプ直前に正式に山本由伸の通訳に大転身が決まった46歳で園田通訳の新たな挑戦が始まったその道はやはり厳しかった 長年の米国生活で英語のコミュニケーションに全く問題はない映画の照明技術者として卒なく仕事もこなしてきただがプロレベルの野球の知識は浅かった戦術面の理解が追いつかない専門用語を初めて知ることも多々あった2月10日バッテリーキャンプが始まってから2日目で心が折れかけた自分が通訳では選手のためにならない 僕じゃない方がいいのではないか、真剣に悩み、球団スタッフに正直な胸中を明かした。県政部全体で話し合ってもらうよう頼み、もう、終わりかな、と、対談を覚悟した。だが、球団からの返答は思いもよらない言葉だった。例年より早いキャンプインで忙しく、適切なオンボーディング、新人研修、に手が回らずに放り込んでしまったのは、こちらのミスだった。 野球の知識は習えば身につけられるが、慶喜が選んで信頼を置いている人だということが何より重要。代わりを見つけることなど全く考えていない。最初から完璧を求めているわけではないし、みんなでバックアップするので気にせず頑張ってほしい。驚きだった。気を取り直し、それから特訓の日々がスタートした。 キャンプの練習を終えた山本が球団施設を後にすると、園田通訳は密かに毎日、居残りでメジャー野球の研修を受けていた。コナー・マクギネス投手コーチ補佐やデータサイエンス担当のスタッフらが、戦術や野球用語の言い回しなどの講座を開いてくれた。とてもありがたかった。本当に素晴らしい球団に入れさせてもらいました。球団の温かい気持ちと全面サポートに、感謝してもしきれない。 もちろん、自力でも努力を続けている、パドレス・ダルビッシュ U の堀江通訳、メッツ・センガの藤原通訳が囲み取材で英訳する様子をメディアの映像などでチェック。言い回しを繰り返し、勉強した、ドジャースの地元中継局でリポーターを務めるキアステン・ワトソンさんからは、野球ノートの資料をもらった。いろんな情報を、今は何でも取り入れたいんです。山本の登板日には、 ノートにメモ書きで相手チームの予習を行うのがルーティンだ。来年以降のことを考える余裕はない。1日1日、必死の毎日を送っている。山本の通訳として奮闘する中で、大谷からちょっかいを出されることも多いという。そんな空気感が、園田通訳の気持ちを楽にさせる。翔平君も、部く君も気を使ってくれていると思います。と感謝の気持ちが常にある。 現在は右肩鍵盤、鍵盤の損傷で離脱し、リハビリを行う山本を支えている。言葉も文化も違う異国で戦っている中で初めて故障離脱となって、本人も歯がゆいと思います。そういう時こそ通訳の役割は重要になると思うので、一日でも早く彼がいるべき場所、マウンドへ戻れるようにできる限りサポートしたい。それが少しは、 通訳として迎え入れてくれた彼への恩返しにもなるのかなとそしてワールドシリーズで勝って吉信にありがとうと言いたいです目指すは世界一その田通訳も懸命に戦っている選手監督やコーチら首脳陣球団スタッフが一緒になって戦う家族のような結束力があるキャンプ中その田通訳に野球講座を開いていたコナー投手コーチ補佐は なんとか彼を手助けしようと思ってね。違う分野から来て、すぐに順応するのは難しい、と語った。同コーチは16年から土軍参加マイナーで経験を積み、20年からメジャーの投手コーチとなった。我々はみんなファミリーなんだ。ヒロ、園田通訳、は理解が早いし、よく頑張っている、と穏やかに言った。女性リポーターのワトソンさんは、 ワード文書で作成した自作野球ノートを園田通訳に送った大学時代はバレーボール選手で卒業後は NFL や NBA の中継リポーターを担当私も最初は野球の知識がなくていろんなことがわからなかったと転職1年目の難しさを理解する改善しようとする懸命な姿勢を周囲が後押ししカバーするプレイする選手も叱り 主力の負傷離脱が続いても他選手が活躍する勝ち続けるチームがそれを体現している